皆さんこんばんは。今回のネイルはまるで宝石みたいでしょ。セリアのフィッシングコーナーにあるルアーに貼るシールをなんと私はネイルに使ってますよ。ストレッチタイプって書いてるでしょ。でこぼこなお魚に貼るぐらいやからネイルシールにぴったりなんですよ。適当にカットしてお爪に貼ったら一度クリアジェルを挟みます。マーブルインクやクリア感のある100均のジェルなどで色付けしましたよ。囲みミラーをして出来上がりです。マグネットネイルのベースにしたり、ウルウルネイルのオーロラシートと重ねてもめっちゃ綺麗でしょ。シンプルネイルのワンポイントアートなどにいかがですか？ぜひ試してみてくださいね。